シームズ。はい。今ですね、ゲームをやめようと思ったんですけど、突然、渡辺くんからなんか手紙が来まして、手紙というか電話が来まして、もち子のバッグに指輪を見つけちゃって、プロポーズされるんじゃないかと思うんだけど、どうしよう、なんて答えたら、イエス、ノー、わからないって。どうやら、もち子ちゃんのカバンを勝手に漁り、指輪を見つけて、プロポーズされるんじゃないかどうしようというのをもち子ちゃんに言ってくるというね、謎の電話が来ました。これはもちろん、イエスで。はい、イエスと答えましょう。もちろんあなたの言う通り、はいって答えるよ。自分は一体何を考えたら、婚約したみたいですね、急に。そして今、ちょっともしかしたらなんか知らないけど、おしっこ漏らしちゃったんですよね、ここに。もう一回かけましょう。いや、婚約したみたいですね。婚約したその時に、自分の おトイレのものを、掃除しているというね。で、なんかね、トイレがすごいことになっちゃってて、なんか虫が湧いてるんですよね。最悪な状態なんですけども、さっきから掃除してと命令してるんですが、これ仕事行ったかな？仕事行ったな。ただなんか渡辺くんと婚約したということが、なんか急に起こりましたね。なんかさ、わざとっぽくない？渡辺くんもちこちゃんと結婚したいんだけど、なかなか言ってこないから、自分からよくわからないやり方を仕掛けて、婚約をするっていう。いや、でもなんか、もしこちゃん、年取ってから順調だね。いや、仕事はね、みるみる出世しましたし、ね、で、またお金もたくさん入ってくるし、まあ、ちょっとね、初めて粗相しちゃったけど、渡辺くんという彼氏ができて、で、すぐにね、婚約して、はい。いや、服が汚いな。で、トイレ掃除して、混ぜた。混ぜた。で、婚約したのはいいけども、渡辺くんとこれ一緒に暮らしたりできるのかな？もちこ、いいやんだけど、デートに行かない？行く。ナイトクラブだって。オッケー。行きます。あ、一瞬で行っちゃうのか。体汚いんじゃないかな？ちょっとお風呂入ったり、整えてから行きたかったな。さあ、トイレがしたい状態で渡辺くんと来たんですけど、ちょっとこれさ、もちこちゃんトイレまずいからここ行って、トイレ。漏らすということをね、ちょっと知りましたのでね、これはもう気をつけてないと、もちこちゃんがみんなの前で恥をかいてしまうことになるので。さあ、二度目のナイトクラブです。で、これお腹空いたら、これ、ポテトチップ食べればいいんだと思うんですよね、ここでね。おお、爆発してたな。前回と同じバーテンダーさんかな？ポテトチップを取ると。で、渡辺くんとここに一緒に座ればいいかな？さあ、渡辺くん。パンカー。はは。一緒に座らないのかな？あ、こっち、なんかちょっと渡辺くん。これあれじゃない？可愛い子じゃない？ちょっと待って、こっちでなんかやってるな。なにこれ？この人初めましてかな？ドレスおしゃれでいいね。セクシーな自己紹介。みんなと仲良くなってきたいからね。これもしかして三星くん？三星くん、いるんじゃん。呼び寄せよう。三星くんいたのか。まさかこんなところで出会えるなんてね。もしこちゃん眠くなってるけど、ちょっと待って、デート。この場でイアンと結婚するってあるんだけど。いや、結婚はちゃんとさ、なんかあったよね、結婚式みたいなやつ。2時間。ちょっと結婚ここでするのは嫌だな。さすがに。ちょっともしこうデートの相手を間違えてない。本当？ちょっとほら、ちゃんと話さないと。ちょっと、褒めといて、みんなと話そう、みんなと。ちょっと渡辺くんがなんか、嫌な感じになったら嫌だから、投げキッス。わ、三世端っこで踊ってるな。これを機に、もっとピンクをあげられないかな。渡辺くんもしかしてもちこちゃんにメロメロじゃない？ちょっと待って。おかしくなってる。浮気見すぎる、もちこちゃん。
この場の雰囲気かな。みんながさ、踊りまくってるから、もちこちゃんも踊れればいいのにね。そういう感じだからかな。もう優しく撫でる。いやー、あ、この人誰？知り合い？わかんないけど、自己紹介しとこう。元気な自己紹介。知り合いいっぱい作っときたいからね。渡辺くんが向こう行っちゃう？何すんだっけ？あらまー微笑ましいなこれ一緒にダンスするとかできないのかな。もしこちゃんも眠さが限界なんですけどね。なんか棒立ちですね。愛情表現。もっと仲良くなっとこう。外見を褒める。三世もそばにいてくれるからね。三世の恋愛もさ、応援したいな。まあ、ピンクのメーターすごい上がってってるじゃん。いいね、いいね。いいデートだ。いいデートですよ。もしこちゃんも眠くても大変なことになってるけどな。で、臭いのかな？あー、ちょっと臭そう。腰も痛いしな。デートあと何分？36分か。じゃあちょっとジョークでも言う？もしこちゃんここで。とても陽気でもおかしくなっちゃってるから、多分もう眠くて、臭くて。めちゃめちゃなんだろうな、ジョークを言う。これ言って平気なのかな。コメディアンをなんか雇うみたいなのありましたけどね。ノリノリだなみんな。はい、もしこちゃんの、はい、みんな聞いて、みんな聞いて聞いて聞いてくれる。渡辺くんは聞いてるよね。なんだこの人、めっちゃ踊ってる。もしこちゃんにも声をさせたいんだけどな。チカチカしてるな。あと8分。これ何かしなきゃいけないとかあるのかな、デート中に。もしこちゃんの顔がおかしくなってること以外は、ようやく終わったって。ひどい、なんで？なんで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 なんかしなきゃ、ちょっと下がってんだけど。下がってんだけど。あいつなんだ？マジで。え、なんで？何がダメだったの？渡辺くん帰っちゃった。ちょっともしこちゃん帰ろう。ちょっともう、やばめですよね。ほらほら、衛生もひどいし。あ、でもやっぱここあれですね、夜来た方が盛り上がってるんだな。てか渡辺くんは？渡辺くんどこ行った？まさかもちこちゃんを置いて、もちこちゃんを置いて帰ったっぽいですね。でももちこちゃん幸せだからいいか。ちょっと渡辺くんとのなんか友好度下がったんで、嫌われてない？大丈夫かな？ちょっと電話。半分ぐらいになっちゃったよね。完全に下がってはいないけど、何がどうなったかと何がダメだったのかがよくわかんないんですよね。でもせっかくここ来たんでね、ちょっとせっかくなんか人がいっぱいいる時間に来れたので、みんなと仲良し恋しいなっておきたいな。ただ、臭いのが気になるんだよね。まあ、ジョークにはまってますけど、この辺の人たちとも自己紹介しとこうかな。元気な自己紹介。あ、もう行動がいっぱいだって。ちょっと時間早めようか。もちこちゃん、とても幸せ。明日仕事だったら終わるな。ちょっと、この人は？あ、なんかそこそこ。おいいね、いいね。ちゃんと聞きに来てくれたのかな。報道がいっぱいです。いや、もしかしたらちょっとこれ、大丈夫かな。衛生だだ下がり、体力もだだ下がりしてるので、このままやると倒れそうなんですけど、あとちょっとでなんかまた、このコメディのあれが、上がりそうなんですよね。あ、もう上がるんじゃない？上がったー。やったね。はい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 、帰りましょう、帰りましょう。お出かけするだよね、家に帰るの。難しいのよ。どうせ渡辺くんじゃなくって、一旦帰って、着替えたりお風呂入ったりしたいから、あー、服が汚れちゃってるなー。
渡辺くんといい感じになれたのは嬉しいけど、なんでデート失敗したらもう呼ばなくていいからとかそんな残酷なこと言うのかしら。そんな残酷なことなんで言うのかしら。